とある理由がありまして、マメルリ派の、インコちゃんを飼うことになりました。まあ、長期ちょっと飼うことになったので、遊び道具を今ね、買ってきました。ちょっとね、いろいろな、遊び道具、ね、買ってきたので、今度ね、これを組み立てて、遊んであげようかなと思います。餌箱がね、まだ今これだけしかなくて、ので、これはね、全然食べないんだよね。なので、これね、中にコップを、今ダイソーで買ってきたんだけど、コップを置いて、その上にね、これ、この中に餌を入れようと思います。こんな感じで餌入れました。これならね、食べても、まあ皮は周りに行っちゃうけど、まあちょっとね、朝しかあげない時とかは、こっちにね、いっぱい入れとけば食べてくれるんじゃないかなと思います。ではね、ちょっとね、コップ入るかな。ちょっと待って。コップ入る？あ、コップ入んないや。コップ入んない。ちょっとコップ入んないので、ちょっとストップ。持ってきたコップが入らなかったので、ちょっと不安定ではありますけど、これを中に入れて、餌入れを2つにしてあげようと思います。お、来ましたね。大丈夫ですね。食べそうですね。今ね、明日ね、遊び場を作りますんで、乞うご期待。今まではね、こんな感じでね、これ、布団の上なんですけど、ここね、ちょっともう汚らしいんですけど、ここに、この、こうちゃんって言うんですけどね、こうちゃんを置いて、この下で遊ばせてる感じですね。これうんちをしてもいいようにティッシュを並べてるわけですね。ゴミ屋敷ではありません。なのでね、今度ねこちらの方に、このねこういうのを引いて遊び場をね作ろうかなと思って。検討しています。ね。で、今はね、このね、黄色いね、コインケース。これにめっちゃ反応するんです。別にこっちの黄色はあんま関係ないみたいですね。こっちでめっちゃ反応するんです。これね、チェリシーを噛んでますけど、食べてはないです。こいつがね、動くとね、こいつが動くとね、めっちゃ反応するの。ほらほらほら。ほらほら。対抗意識があるみたいですね。だけどね、今度ね、遊び道具ね、新しいの買ってきたんでね、いろいろ遊べるんじゃないかなと思います。
ね、周り黄色いものをね置いてるんですけど、どうもねなんかね黄色に反応するんですね。これアマビエです。丸々太ってます。生後おそらくですけど4歳ぐらいですね。10年から15年生きると言われてます。まだね。で、男の子ですね、こちらはね。静岡県で生まれたという、情報ですね。今買ってきたもの。100均のブロック。全部ね、ダイソー100均なんですね。これは適当に。あとね、これはね、ダイソーで、ちょっと面白いのがあったんで、人の顔、600円ね。これも、人の手ですね。ハンド。マネキンハンド。300円。これね、この下に引いてうんちしてもいいように買ってきました。よいしょ。100円の4枚ね。これね、遊び場のうんちしてもいいような感じで、これもねダイソーのコップスタンドで、一応ね木も丸棒ねを2つ買ってきて、これくくりつけてね、やろうかなと思ってます。これね、まあこんな感じかな。あと猫のゆらゆらおもちゃね。とか、猫ちゃん用の、まあこれ全部100円だから適当に遊ぶかもしれないんで、こういうのはあったらね、この間でもいいよね。やってみようかなと思ってます。で、あとこれも、キャットトイズ。これ100円。遊びそうだよね、これね。お、買ってきました。あともう一個。あとこんなのもね。黄色がね、大好きなので、お、飛んできたよ。黄色が大好きなので、どうですか？お、怖がっちゃってる。まあ、慣れるまでね、ちょっとね、かかるかもしれないけど。ほい。いてて。これ。これ。常にまだね、怖いですね。じゃあ、ここに一回下ろして。ここでいい？ここ。あ！怖いですね、まだね。いつもいるところ、いつもいるところにいないと、ダメですね。じゃあ、こっちなら平気ですね。ちょっとずつね、慣らしていかないと。これ、遊び場。ちょっとずつ慣らしていかないと、いきなりはね、やっぱね、ビビっちゃうんですね。ちょっとずつね。はい、与えてみましょうかね。お、怖いのかな？やっぱりこっちに帰ってきますね。じゃあ、大好きなこいつ。大好きなこいつを。大好きなこいつを。ここに置いたらどうでしょうか。これこれこれ大好きなこいつだよ。
大好きなこいつ。あれこっち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 。疲れたかな。ここだとね、うんちされちゃうと困るんでね。まだね、慣れてないんですね。ちょっとね、このスタンド組み立てようかなと思います。今ね、ちょっと一回切りますね。いつもの場所にとりあえずいてください。ね、完成しました。これでね、うんちしても大丈夫。で、こっちに餌持ってきても大丈夫ですね。変なものは置いてありますけどね。あまり気にしないように。かわいいですね。ちょっとね、初めてのものばかりなので、最初はね、やっぱりね、緊張しちゃうんでしょうけど、徐々にね、慣れてきますね。まあ人間だってね、最初はね、怖いですよね、やっぱね。ピントはね、合わないね。こっち。そう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 。まだね、新しいポジションなんで、ね、ちょっとね、緊張しますよね。少しね、毛づくろいしたんでね、慣れてきたのかな。このね、マネキンには鉢ゴリをね、かぶせようと思ってます。お、こっち来たの？大丈夫だよ、こっちも。ほら、ほら、ね、こんな感じ。落ち着いたでしょ？これが怖いのかな？徐々にね、慣れてくると思います。少しずつね、遊び道具を与えてね、これから遊んでいきたいと思いますので、こうちゃんのね、チャンネル登録、よろしくお願いします。小鳥飼ってるね、お友達、いらっしゃると思うんですけれども、いろいろね、まあ部屋はね、完全にね、閉め切った状態で、絶対に逃げないような状態にして、遊び場作ると、小鳥は喜んでくれると思いますので、ね、もうよろしくお願いいたします。こうやってね、もう慣れてきたんで、こうやってほら、これも100円で売ってるんですよね。100円、これも100円、ボールも6個で100円、この板もね100円なんですね。でかさばるんで、ね、これすぐ簡単に折りたためるということですね。これでいろいろアイテム買ってきてますけど、あとね、ゴリラとかいろんな道具ありますので、それもね、並べて可愛らしいね、遊び場、運動場にしたいと思います。ウィリは、ウィリは、さよなら、さよなら、チャンネル登録よろしくお願いします。いいねもお願いします。バイビー。
ございます。